1号室タイプです。玄関を開けるとこのようなスペースが広がっております。こちらには早速下駄箱がございます。下駄箱はこのような収納力。そしてこちらの背面には扉を開けると室内洗濯パン、このようになっております。上段には物が置けます。はい、そしてこちらのドアを開けますとおトイレ、片側にはデザインクロスが施されていてとてもおしゃれです。はい、そしてこちらのおしゃれなルームドアを開けますといよいよお部屋に入っていきます。こちらはこのようなスペース。はい、キッチンは他の部屋とは違い、このようにカウンターキッチンとなっております。1号室ならではの角部屋の特別仕様となっております。とてもおしゃれ。シンクはとても大きく、ガスコンロも2口、そして側面には小窓もございまして、冷蔵庫などしっかり置けるスペースもゆったり広いです。そしてこちら引き戸を開けますと洗面脱衣所です。はい、こちら洗面台はとても大きく、そして隣にはゆったり戸棚がございます。女性には嬉しいこれだけ大きな鏡がついております。はい、そしてこちらはお風呂。お風呂は充実設備で、浴室乾燥機能、そしてお風呂も追い焚き機能がついております。とてもグレードの高いデザイナーズマンションならではのお風呂となっております。はい、そして気になるお部屋はこのようになっております。チョコレート色のフローリング、そしてロフトの部屋ですので天井もとても高くなっております。また角部屋ですのでこのように側面にも窓があり、南側にも窓がありますのでとても明るいです。はい、そしてベランダ側からは見たお部屋はこのような感じです。とても高級感のある特別仕様のお部屋。はい、そして片側にはこのようにデザインクロスが施されています。天井にはシーリングファンがございます。そしてこちらロフトに向かう階段は取っ手がついておりまして、このように開けますと収納になっております。無駄のない作りとなっています。そしてこちらにもクローゼットがございます。しっかりハンガーレールもついておりますので上着もかけられます。さあ、そしてこちらベランダです。ベランダはこのようになっております。南向きですのでとても明るいです。さあ、このように梅田もこのように見えますので、夏の花火大会は花火を一望できると思います。はい、そしてこの部屋の売りのロフトに進んでいきます。階段を上りますとどうぞこのようなスペースが広がっております。とてもゆったりとしたスペース。マットレスを置いて寝室にしてもよし、このようにフリールームとして使っていただいても大丈夫です。とてもおしゃれなデザイナーズマンションです。以上です。